トランスヒューマニズムは新しい科学技術を用い人間の体と認知能力を進化させ人間の状況を前例のない形で向上させようという思想である省略して H や H と書かれる場合もある日本語では超人間主義などと訳されるトランスヒューマニズムは人間の機能拡張やその他将来の科学技術の開発、使用により 将来起こり得ることを研究する学問でもある。トランスヒューマニストの思想家は人間の根本的な限界を克服し得る進行技術の潜在的な利益と危険性及びそれらの技術を使用することの倫理的限界について研究している。最も一般的なトランスヒューマニストの主張は人類は最終的に現在の状態から大幅に拡張された能力を持つ 異なる存在へと変化し、ポストヒューマンとも呼ぶべき存在になる可能性があるということである。トランスヒューマニズムという用語の現代における意味は、最初の未来学の教授の一人であり、1960年代にニュースクール大学で人類の新概念について教えていた FM-2030 によって予見されていた。その時彼は、技術とライフスタイル、そして世界観を トランスヒューマンとしてポストヒューマニティへと移り変わり始める人々を認識し始めていた。この主張はおそらく英国の哲学者マックス・モアが1990年に未来学者哲学としてのトランスヒューマニズムの原則を明確にしカリフォルニアで後に世界的なトランスヒューマニズム運動へと成長した知識人の組織化のための知的基盤を築いた。 サイエンスフィクションの独創的な作品の影響を受け、変容した未来の人類に関するトランスヒューマニストによるビジョンは、哲学や宗教を含む幅広い視点から多くの支持者や批判者を引きつけた。2017年、ペンステート・ユニバーシティ・プレスは、ステファン・ローレンツ・ソーグナーと社会学者のジェームズ・ヒューズの協力のもと、ポストヒューマニズムとトランスヒューマニズムの概念を 明確に資料法の文化運動を比較対象するという目的を持つポストヒューマンに特化した最初の学術誌ジャーナル・オブ・ポスト・ヒューマン・スタディーズを確立した。ニック・ボストロムによると超越主義的衝動は少なくともギルガメ首相自身における不死の探求、若返りの泉、エリクサー、そしてその他の老化都市を回避しようとする努力にまで遡られる。ウィリアム・ゴドウィンは 著書、ポリティカル・ジャスティスの初版に、現在は、フィジカル・イモータラティと呼ばれているアースリー・イモータラティの可能性を支持する議論を含めた。ゴードウィンは、彼のゴシック小説、ストリート・レオンで、寿命を延長と不死というテーマについて探求した。これは、1799年の出版当時には人気があったが、現在ではほとんど忘れ去られている。ストリート・レオンは、 彼の娘であるメアリー・シェリーの小説、フランケンシュタインにインスピレーションを与えた可能性がある。フリードリヒ・ニーチェの哲学は、技術的革新よりも自己実現に重きを置いているため、超人の商用にもかかわらず、トランスヒューマニズムへ影響を与えたかどうかについては、議論がある。マックス・モアとステファン・ローレンツ・ソーグナーによる、トランスヒューマニスト哲学は、 ニーチェの思想から強く影響を受けてきた。それとは対照的に世界トランスヒューマニスト協会によるトランスヒューマニスト宣言にはすべての知性が幸福であることを主張すると記されている。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのロシア宇宙主義として知られる運動には特に初期の主人公であるロシアの哲学者エカ会、フューダーウブによる 後にトランスヒューマニズム運動の中核に発展した、いくつかの着想も取り入れられていた。ジュリアン・ハクスリー、1957年の影響力、あるエッセイで、トランスヒューマニズムという用語を広めた、生物学者。トランスヒューマニズムの基本的な着想は、1923年に、英国の生物学者、JBS ・ホールデンのエッセイ、ダイダロス、あるいは科学と未来によって、 初めて提唱された。それは高度な科学技術を人間の生物学に応用することによって大きな利益がもたらされることを予言していた。また、誰かにとってはそのような進歩はすべて冒頭的、または盗作的、あるいは下劣で不自然なように映るだろうとも予測していた。彼は特に優生学の科学の発展、対外発生、そして健康や知能など、 人間の特性を改善するための遺伝学の応用に対して興味を抱いていた。また、トランスヒューマニズムという語最初に用いた人物は、幼少期からホールデンと親友である、オルダス、ハクスリーの兄のジュリアン・ハクスリーである。彼の記事は、学術的及び一般的な関心に影響を与えた。ケンブリッジ大学の結晶学者、ジョン・デスモンド・バナールは、1929年に、 ザワールド、ザフレッシュザデビルを表した。その中で彼は宇宙への植民、生物工学的インプラントを通した人体と知能への急激な変化、そして認知の強化について試作した。それ以来、それらの着想はトランスヒューマニストの一般的なテーマとなっている。生物学者のジュリアン・ハクスリーは、1957年の影響力あるエッセイのタイトルに、 トランスヒューマニズムという用語を用いた後、外してトランスヒューマニズムの創始者とみなされるようになった。しかし、この用語自体は、カナダの哲学者 W.D. ライトホールによる1940年以前の論文に由来している。ハクスリーはトランスヒューマニズムを次のように説明している。今日に至るまで、人間の人生はホップズが説明したように、一般的に、 不快活や非で短いものであった。人類の大部分は悲惨に悩まされている。我々は、現在の限界及び我々の存在の惨めな不満の大部分を乗り越えられ得る。そしてそれらの可能性の地が存在するという信念を正当に放置することができる。人類は、望むのであれば、自己を超越することができる。散発的にではなく、一つの道にいるここの個人として、 別の道にいるそこの個人として、しかし全体的には人類として。ハクスリーの定義は実質的ではないが、1980年代以降に使われている定義とは異なる。これらの思想家によって提起された着想は1960年代のサイエンスフィクション、特にアーサー・シー・クラークの2001年宇宙の旅で探求され、そこでは、 宇宙人の人工異物によって超越的な力がその講師者に与えられた。日本のメタボリストの建築家は1960年にマニフェストを作成した。そこではデザインとテクノロジーを通して社会の活発な代謝の発達を促進するという目標が外説された。マニフェストの素材と人間という章において川添昇は以下の提言を行った数十年後、 通信技術の急速な発展に伴い、誰もが耳に脳波受信機を持ち、他の人が彼についてどう考えているかについて、直接かつ正確に伝えられるようになるだろう。私の思うことは全ての人に知られる。そこには、もはや個人の意思は存在せず、人類全体の意思のみがある。技術的得意点という概念、または超人的知能の急速な到来は、 1965年に英国の暗号学者 I.J. グッドによって初めて提唱された超知能的な機械をどんなに賢い人間の知的活動をもはるかに上回る機械として定義しよう。機械の設計はこれらの知的活動の一つであるため、超知能的な機械はさらに優れた機械を設計できる。そこでは疑いようもなく知能爆発が発生し、 人間の知能ははるか後方に取り残されることになるだろう。したがって最初の超知能的機械は人間がこれまでに必要とする最後の発明となる。計算機科学者のマービン・ミンスキーは1960年代に始まった人間と人工知能との関係について記した。その後の数十年にわたってこの分野はハンス・モラベックやレイ・カーツワイルなどの 技術的領域とトランスヒューマニスト的な未来学的施策の間を揺れ動く影響力のある思想化を生み出し続けた。識別可能なトランスヒューマニスト運動の集合は20世紀最後の数十年に始まった。1966年ニューヨークのニュースクール大学で人間の新概念について教えた未来学者の FM-2030 は技術とライフスタイル および世界観をトランスヒューマンとしてポストヒューマニティへと移行し始める人々を認識し始めた。1972年、ロバート・エッチンガーは著書ザ・プロスペクト・ V ・モータラティで人体冷凍保存運動を確立し、マン・イントゥ・スーパーマンでトランスヒューマニティの概念化に貢献した。FM-2030 は 1973年にアップウィンガースマニフェストを出版した。最初にトランスヒューマニストを自称する者たちが正式にあったのは1980年代初頭のカリフォルニア大学ロサンゼルス校であり、後にトランスヒューマニスト思想の中心地となった。FM-2030 はここで彼の第3の未知的未来学イデオロギーについて講義を行った。 トランスヒューマニストや他の未来学者が頻繁に訪れる EG と B メディアの会場でナターシャ・ビータ・モアは人間が宇宙に向かう際の生物学的限界と地球の重力から脱却することをテーマにした彼女の1980年の実験映画ブレイキングアウェイを発表した。FM-2030 とビータ・モアはそれから間もなくロサンゼルスで トランスヒューマニストの集会を開催し始めた。これには、FM-2030 の講義を受けた生徒たちと、ビータ・モアの芸術作品の聴衆が含まれていた。1982年、ビータ・モアは、トラヒューミニストアーツ・ステートメントを表し、6年後には、トランスヒューマニティに基づいて、ケーブルテレビ番組、トランセンチョリー・アップデートを制作した。これは10万人以上の視聴者に届いた。 1986年、ケイ・エリック・ドレックスラーは、ナノテクノロジーと分子アセンブラの展望について議論した、創造する機械、ナノテクノロジーを表し、ホーサイト・インスティチュートを設立した。人体冷凍保存の研究と提唱、そして実行を行った、最初の非営利団体として、アルコー延命財団の南カリフォルニアのオフィスは、未来学者にとっての中心地となった。 1988年、エクストロピーマガジンの最初の号が、マックス・モアとトム・モローによって出版された。1990年、戦略的哲学者のモアは、独自かつ特定のトランスヒューマニストのドクトリンを作成した。それは、エクストロピーの原則の形をとっており、新しい定義を与えることにより、現代のトランスヒューマニズムの基礎を築いたトランスヒューマニズムは、 我々をポストヒューマン状態へと導く哲学の一種である。トランスヒューマニズムは理性と科学への敬意、進歩への献身、根性における人間存在の評価などヒューマニズムと多くの要素を共有している。トランスヒューマニズムはヒューマニズムとは異なり様々な科学と技術に起因する我々の生活の性質と可能性の根本的な変化を認識し予測するものである。 1992年、モアとモローはエクストロピー研究所を設立した。それは未来学者をネットワーク化し相互につなげる触媒となり、一連の会議を組織することによって新たなミームプレックスのブレインストーミングを行った。さらに重要なことにメイリングリストを提供して、サイバーカルチャーとサイバーデリックカウンターカルチャーが流星している間に、 多くの人々にトランスヒューマニストの視点を初めて露出した。1998年、哲学者のニック・ボストロムとデビッド・ピアースは、科学的調査と公共政策の正当な主題としてのトランスヒューマニズムの認識に向けた国際的非政府組織である世界トランスヒューマニスト協会を設立した。2002年、WTA は、 トランスヒューマニスト宣言を修正して採用した。WTA が作成したトランスヒューマニスト FAQ はトランスヒューマニズムの2つの正式な定義を提供した理性の応用を通して特に老化の廃絶と人間の知的身体的及び心理的能力を大幅に強化するために広く利用可能な技術を開発及び作成することによって 人間の状態を根本的に改善することの可能性と望ましさを肯定する知的及び文化的運動。人間の根本的な限界を克服することを可能にする技術の影響、展望及び潜在的危険性の研究。そしてそのような技術の開発と使用に関わる倫理的問題に関連する研究。他のトランスヒューマニストによる組織とは対照的に WTA の職員は、社会的勢力が彼らの未来学的展望を害する可能性があり、それに対処する必要があると考えた。特に懸念されるのは、階級や国境を越えた人間強化技術への平等なアクセスである。2006年、ウハーリ・バタリアンとリベラル・サファの間で発生したトランスヒューマニズム運動における政治的闘争により、元常務のジェームズ・ヒューズの下で、 WTA は中道作派に位置づけられた。2006年、エクストロピー研究所の理事会は組織の運営を中止し、その使命は本質的に完了したと述べた。これにより、世界トランスヒューマニスト協会が主要な国際的トランスヒューマニスト組織として残った。2008年、ブランド変更の一環として WTA は、ヒューマニティへと名前を変更した。 2012年、ロンジェビティパーティーが科学技術的手段の開発を顕著な延命へと促進する人々の国際連合として発足し、今日では世界に30を超える国家組織が存在する。モルモン・パラヒューミニスト・アソシエーションは2006年に設立され、2012年までに数百人の成員で構成されていた。初めて議会に選出されたトランスヒューマニスト議員は、 イタリアのジュゼッペ・バティノである。2014年には、作家、哲学者のゾルタン、イシュトバンがトランスヒューマニスト等を結成し、2016年アメリカ合衆国大統領選挙に出馬した。本人によると、米国初の無心論者の大統領候補である。この党は主に、科学者、未来学者、エンジニア、テクノロジー愛好家から構成されているが、 新たな支持基盤として、無心論者、LGBT、障害者のコミュニティを取り込もうとしている。公式な有料の党員制度はないが、ソーシャルメディアやイベント参加者、寄付などを根拠に、米国内に約2万5000人の支持者がいると推定されている。世界的には5大陸をまたぎ、約25のトランスヒューマニスト等が存在するとしている。基礎をなす考え方は、 生命という体験は貴重で美しく、それを保護するための合理的手段は、テクノロジーとサイエンスしかないというもので、誰かを傷つけない限り自分の体にはしたいことをする、権利があるという理念、形態的自由という思想を達成したいとしている。右派でも左派でも気にしないという。主な目標は、戦争や暴力行為から費用を取り上げ、その資源を人々の健康のための医療や、 繁栄、幸福の実現に向けて注ぐこと。また、巨大な海上国家プロジェクトを作り、あらゆる人や科学実験がそこで受け入れられるようにしたいという。戦線布告する相手は、ガンやアルツハイマー、そして加齢である。ロボットが仕事をする一方、人間は余暇を楽しみ世界を探索するという生き方も提唱している。その他、 全国共通のベーシックインカムを設定することで、経済的不平等をなくし、大学や幼稚園を含む全ての人の教育無償化を主張している。シトとンの政治アドバイザーは、元民主党の会議員候補で、トランスジェンダーの億万長者企業家マーティーン、ロスブラッドの息子、ガブリエル・ロスブラッド。トランスヒューマニズムが、ポストヒューマニズムの分子であるかどうか。 そしてこの哲学的運動がトランスヒューマニズムに対してどのように概念化されるべきかについては議論の余地がある問題である。後者については保守的、キリスト教的及び進歩的批評家によってポストヒューマニズムの一種または活動主義的形態であると言及されることがある。トランスヒューマニズムと哲学的、ポストヒューマニズムの共通点は人類が進化し、 最終的には、それを保管、または置換することになる、新しい知的な種が誕生するという未来像である。トランスヒューマニズムは、進化的観点に重きを置いており、認知の強化による、より高度な知能を持つ、動物種の創造を含むが、産業者の進化の最終的目標としての、ポストヒューマンの未来に執着している。それにもかかわらず、知的な人工物を創造するというアイデアは、 トランスヒューマニズムに影響を与えている。モラベックのアイデアとトランスヒューマニズムは、ポストヒューマニズムの自己満足的、または目視力的な意思として特徴づけられ、人文科学及び芸術における文化的、ポストヒューマニズムとは対照的である。そのような文化的、ポストヒューマニズムは、ますます洗練されつつある機械と人間との 関係性を再考するためのリソースを提供するが、トランスヒューマニズムと同様のポストヒューマニズムは、この観点では、自律的自由主義的主題という時代遅れの概念を放棄するのではなく、その特権をポストヒューマンの領域にまで拡張している。ヒューマニズムと啓蒙主義思想の継続としての、トランスヒューマニストの自己特徴付けは、この見方に対応している。 世俗的ヒューマニストの中にはトランスヒューマニズムをヒューマニストによる自由思想運動の子孫であると考えトランスヒューマニストは人間が持つ諸懸念を解決するための技術的アプローチとしの問題に対して特に焦点を当てているためヒューマニズムの本流とは異なると主張する者も,もいるしかし他の進歩主義者たちはポストヒューマニズムはそれが 哲学的であろうと活動主義的であろうと、社会正義に関する懸念から転向した量と人間の制度の改革、そして他の啓蒙主義的潜入感から、より成功な生き方を求めるところの人体の超越に対する自己等水的渇望に向かっていると論じている。大体として、ヒューマニストの哲学者、ドワイト・ギルバート・ジョーンズは、個々の遺伝子型が連続した表現型として、 インスタンス化されるという DNA とゲノムの貯蔵庫を通した新たなルネサンスヒューマニズムを提起した。彼の見解では自己を保持するためにはネイティブな DNA 分子の連続性が必要であり、コンピューティング能力やメモリ集約の量によって彼がジェニティと呼ぶ真の遺伝的アイデンティティの本質的な悪臭を置き換えることはできないという。代わりに、 イエズス会の400年の集会に類似した機関による DNA とゲノムの管理はヒューマニズムが我々の種の共通信条になるように提案されたモデルであり彼の陶器的な小説ザ・ヒューマニストセン・サマーズでは人類は来る数世紀を地球と人類の調和のために捧げたトランスヒューマニズムの哲学は技術社会における人間のアイデンティティのあらゆる側面を扱い 人間と技術の関係性の変化する性質に焦点を当てた学術研究の学際的領域であるテクノセルフ、スタディーズと密接に関係している。ある朝、あなたは目覚め、別の農業が機能しているのを見つける。この不可視の補助用は、あなた自身の記憶領域を超えた情報で、あなたの質問に答え、行動の最もな経路を提案し、 関連する事実を引き出すのに役立つ質問をする。あなたはすぐにその歯を信頼し、どのように機能しているのか疑問に思わなくなる。あなたはただ使うだけ。これが人工知能の夢である。バイト、1985年4月レイカーツワイルは、世界の主要な出来事をグラフにプロットすることで、人間の人生が不可逆的に変化するまでの時間を予測できると考えている。 トランスヒューマニストの理論家と支持者の多くは全世界の貧困、疾病、障害、栄養失調を減らす目的で理性と科学技術を応用しようとしているがトランスヒューマニズムは個人レベルでの人体改善に技術を適用するということに特に焦点を当てている点で独特である。多くのトランスヒューマニストは生徒的な精神的及び身体的障害を排除することにより 全生命の質を向上させる将来の技術と革新的な社会システムの可能性を人間の状態の物資的現実の法的及び政治的平等の約束を果たすように努めつつ積極的に評価している。トランスヒューマニストの哲学者は人間の状態を進歩及び改善するよう人間は努めるべきであるという完璧主義者による倫理的要請があるだけではなく人間は 本来の人間を超えて自己を強化するトランスヒューマン的な存在段階に入ることが可能、かつ望ましいと主張している。そのような段階では自然の進化は意図的な参加型、または思考型進化に置き換えられる。レ科カッツワイルなどの一部の理論家は技術的革新の速度は加速しており、今後50年間には急進的な技術的進歩があるだけではなく、 人間の本質を根本的に変え得る技術的得意点がもたらされる可能性があると考えている。この大規模な技術的変化を予見するトランスヒューマニストはこれは一般的に望ましいことであると主張している。しかし非常に早い技術的変化の潜在的危険性に懸念を持っており、先進技術が責任を持って使用されるようにするための 選択肢を提案する人々もいる。例えば、ボーストロムは未来の人類の福祉に対する実存的リスクについて広範囲にわたって執筆しており、これには信仰技術によって生み出される可能性があるものも含まれる。多くの人々はトランスヒューマニストは不死性を目指していると考えているが、これは必ずしも真実ではない。インスティチュートフォーエシックスエマージング テクノロジーズのマネージングディレクターであるハンク・ペルシエアはトランスヒューマニストを調査し818人の回答者のうち23.8%が不姿勢を望んでいないことを発見した。議論された理由のいくつかは退屈と地球の人口型及び来世に行きたいという欲求であった。一定のトランスヒューマニストの哲学者は 他者が経験することに関するすべての憶測は歌、流的であり、従って他者がそれらについて想定することを修正する、能力のない、生物を助けたり保護しようとするすべての試みは、どのような善意を持っていたとしても実際にはそれらを傷つける危険にさらしており、そしてすべての知覚を持つ存在は知的であるに値すると考えている。これらの思想家は、 反証可能性に基づいた方法で議論する能力は外部の憶測に依存しない方法で個人が話すことが可能になる任意ではない式位置を構成すると主張している。また彼らは何かを経験することができるすべての生物はそれらがまだその式位置に到達していない場合そこに達するに値すると主張しており通常式位置に達する根本的な変化は 脳の識別能力の精密度の増加にあると述べている。これには、動物の神経細胞数と接続性の増加、及び独立して判断できない基地的な小児撃を短縮、または理想的にはスキップするための接続性の発達の加速が含まれる。トランスヒューマニストによる、この説明は、彼らが提唱する遺伝子工学は、生物の体細胞と生殖細胞の両方への、 一般的な挿入であり、個人を修正することなく追放を、粛清することではないと強調している。また、後者を思うことは、非倫理的なだけではなく、効果的な遺伝子工学の可能性のために不必要で、あると考えている。トランスヒューマニストは、未来学や様々な倫理分野を活用することで、生物学的限界を克服する、可能性を理解し評価するための学際的アプローチを、 行っている。自然システムの保全に道徳的価値を置く多くの哲学者、社会批評家、そして活動家とは異なり、トランスヒューマニストは特に自然という概念そのものを、せいぜい問題のある不明瞭なもので、最悪の場合、進歩の邪魔であるとさえみなしている。これと合わせて、ダンアギンなど多くの著名なトランスヒューマニズム支持者は、 トランスヒューマニズムの批評家を政治的右派と左派で共同のバイオコンサバティズムまたはバイオラータイトと呼んでおり、後者の用語は19世紀に人間の肉体労働者を機械で置き換えることに反対した反産業化運動を暗示している。反トランスヒューマニズムの信念はトランスヒューマニズムは人生の多くの領域、特に社会的な面において 不公平な人間強化を引き起こす可能性があるというものである。これはステロイドの使用と比較できる。スポーツではステロイドを使用するアスリートの方がそうでない、アスリートよりも有利である。同じシナリオは人々が職場や教育現場で彼らに利点を与える特定の神経インプラントを持つ際に発生する。さらに MJ マクナミーと SD エドワーズによると 社会の特定の特権階級によってもたらされる改善が人類を異なる二つの種へと分断してしまうということを恐れる多くの人がいる。人類が異なる二つの種へ分断されるという着想は一方が他方と比べて物理的及び経済的に大きな利点を持つため最良の場合であっても煩わずらしいものである。一方は他方と繁殖できない可能性があり。 また身体的健康と能力が低いことにより、他方よりも道徳的地位が低いとみなされることがある。トランスヒューマニズム思想には様々な意見がある。主要なトランスヒューマニストの思想家の多くは絶え間ない修正と開発のもとにある見解を持っている。トランスヒューマニズムのいくつかの特徴的な流れをアルファベット順で以下に列挙する多くのトランスヒューマニストは無心論者、不価値論者、 あるいは世俗的ヒューマニストであるが、宗教的、またはスピリチュアルな視点を持つ者もいる。一般的に世俗的態度をとっているにもかかわらず、宗教によって伝統的に支持されてきた不死性などの希望を追求しているが、ライリズムなどの20世紀後半からの議論を呼ぶ、いくつかの新しい宗教運動は、体と精神にテクノロジーを適用して人間の状態を変更するという、 トランスヒューマニストによる目標を明確に受け入れている。しかし、トランスヒューマニズム運動に関連する思想家のほとんどは、テクノロジーを使用してより長く健康的な人生を実現するという実用的目標に焦点を当てており、今後の神経神学の理解とニューロテクノロジーを応用することによって、人間は一般的により深い自己認識を得られる。 霊的体験として解釈されている変性意識状態のより大きな制御を得られると推測している。トランスヒューマニストの仏教徒は様々な種類の仏教及び仏教由来の瞑想と心を拡張する神経工学間での合意領域を探求しようとした。しかし彼らは人間性を超越するためのツールとしてマインドフルネスを割り当てたために批判されてきた。 一部のトランスヒューマニストは人間の意識がいつか代替となるメディアへ移される可能性があるという理論的意味合いで人間の心とコンピュータハードウェアの互換性を信じている。一部のトランスヒューマニストが関心を持つこのアイデアの極端な定式化はクリスチャンの宇宙学者フランク・ティプラーによって提案されたオメガ点である。ティプラーはデジタル主義のアイデアを利用して 数十億人の宇宙崩壊により、メガコンピュータ内のシミュレートされた、現実内で人間が永続する条件を作り出し、ポストヒューマンの神聖の形を達成できるという観念を成長させた。ティップラーより以前、オメガ10という用語は古生物学者で、イエズス会の神学者であったピエール・テイアールド、シャルダンによって使用されていた。彼は、包括的なノーアスフィアとグローバルな意識の発達に、 進化のテロスを見た。一部のキリスト教思想家の観点から見ると、精神転送の考え方は、グノーシス的なマニ教の信念の特徴である人体に対する抽象を表している。また、トランスヒューマニズムとその推定される知的宣具体は、ヒクリスチャン及び世俗的評論家によって、シングノーシス主義であると説明されている。 トランスヒューマニズムと信仰との間で行われた最初の対話は2004年にトロント大学で開催された1日間の会議であった。そこでは宗教批評家によってのみトランスヒューマニズムの哲学は永遠の真理も神聖との関係性も提供しないと非難された。彼らはこれらの信念に対する哲学的欠如がポストモダンの霊障主義と アノミーによる霧の海に人類を彷徨わせているとコメントした。これに対してトランスヒューマニストはそのような批判は啓蒙主義にまで遡れる楽観的理想的態度に目指していてシニカルからはかけ離れているトランスヒューマニスト哲学の実際の内容を見損なっていることを反映していると答えた。この対話に続いて 宗教社会学者のウィリアム・シムズ・ベイン・ブリッジは、ジャーナル・オブ・エボリューションテクノロジーに掲載された予備実験を実施し、宗教的態度はトランスヒューマニストの考え方の需要と負の相関関係があり、高度に宗教的世界観を持つ個人は、トランスヒューマニズムを彼らの精神的信念に対する直接的で競争的な侮辱であると理解する傾向にあることを示唆した。 2006年以来、モルモントラヒューミニストアソシエーションは、技術と宗教の交わりに関する会議や講演を支援している。クリスチャントラヒューミニストアソシエーションは2014年に設立された。2009年以来、アメリカンアカデミー・オブ・レリージョンは、宗教分野の学者らによるトランスヒューマニストの重要な主張と過程の根底に、あるかもしれない暗黙の宗教的信念を特定し、 批判的に評価しようとしている年次集会でトランスヒューマニズムと宗教に関する協議を行っている。そこではトランスヒューマニズムが人類の未来、特に人間が変容する可能性について独自の考えを発展させるために宗教的伝統に対してどのように挑戦するのかという考察およびナノテクノロジー、ロボット工学、そして情報技術に 大きな信頼を置き、仮想的不思性を達成し、優れたポストヒューマン史を創造するという想定された未来の重要かつ建設的な評価を提供している。物理学者でトランスヒューマニストの思想家でもあるジュリアス・プリスコは、科学に基づいたコスミストの宗教は、超知能及びその他の危険な技術の無効水な、追求から我々を守る最良の防護物かもしれない、と述べている。 プリスコはまたトランスヒューマニズム運動の起源に対するニコライ・フューダービッチ・フューダー部のもののような精神的アイデアの重要性を認識している。一部のトランスヒューマニストが進行技術の認識された利益について抽象的かつ理論的なアプローチをとっている一方で他の人々は遺伝性のものを含む人体への変更のための特定の提案を提供している。トランスヒューマニストは しばしば人間の神経系を強化する方法について関心を持っている。ケビン・ワーウィックなどの一部の人々は抹消神経系の変更を提案しているが、脳は人格の共通分母であると考えられているため、トランスヒューマニストの野心の主な焦点となっている。実際にワーウィックは単に提案を行うよりもはるかに進んでいる。彼は2002年に 自身の神経系をコンピュータへ直接リンクしてインターネットに接続するために100個の電極のアレイを左腕の正中神経に外科的に埋め込み一連の実験を実施した。彼は神経信号を使用してロボットの手を直接制御し指先からのフィードバックを通して手に加えられる力を感じることができた。彼はまた超音波感覚入力の形態を経験し 彼自身の神経系と同じように電極を埋め込まれた彼の妻の神経系との間で最初の純粋な電気通信を行った。自己改善と身体改善の支持者としてトランスヒューマニストは長寿と健康の改善のために設計されたルーチンとライフスタイルに従事しながらおそらく認知と身体能力を改善するであろう既存の技術と技法を使用する傾向にある。 彼らの年齢に応じて一部のトランスヒューマニストは将来の技術の恩恵に良くするまで生きることができないという懸念を表明している。しかし多くの人は寿命延長の戦略と人体冷凍保存を実証されていない方法ではなく最後の手段として実行可能な選択肢にするために人体冷凍保存研究への資金提供に大きな関心を持っている。 議論及び共同プロジェクトの支援とフォーラムを提供するために様々な目的を持つ地域的及びグローバルなトランスヒューマニストのネットワークとコミュニティが存在する。ほとんどのトランスヒューマニストの理論が未来の技術とそれらがもたらすであろう変化について焦点を当てている一方、今日ではすでに多くの人々が非常に基本的な段階での実践に関与している。 健康上の理由により必要ではない場合であっても多くの人が美容整形を経て体に美容的変化を受け取ることは珍しくない。人間の成長ホルモンは背の低い子供や身体的欠陥を抱えて生まれた子供の自然な発達を変えようとしている。医師は認知力を高めるためにリタリンやアデロールなどの薬を処方し多くの人が バイアグラやプロペシア、ボトックスなどのライフスタイル薬を服用して成熟期に失われた若さを取り戻している。トランスヒューマニストは仮想現実や人工知能、超知能、3D バイオプリンティング、精神転送、科学的な脳の保存、および人体冷凍保存などの仮説上の未来の技術と同様にナノテクノロジーやバイオテクノロジー、情報技術、 認知科学などを含む技術の出現と収束を支持している。彼らは人間以上の存在になるために、それらの技術を使用することが人間には可能であり、また使用すべきであると信じている。したがって、彼らは個人及び彼らの子供に人間強化技術を使用する選択を保障するため、市民の自由としての認知的自由と形態学的自由、 そして生殖の自由の認識及び、または保護を支持している。一部の人々は21世紀の中頃までに人間強化技法とその他の進行技術がより急進的な人間強化を促進するだろうと推測している。カーツワイルの著書、ザシンギュラリティーズ』にあと、道を書くの著書、フィジックスオブザフューチャー』u r e は様々な人間強化技術を外説し、これらの技術が 人類にどのような影響を与えるかについての洞察を与えている。技術的収束トンビックの概念に関するいくつかのレポートは、それらのトランスヒューマニスト的思考と疑わしき空想科学的性格を批判している。同時に、脳及び身体改変技術に関する研究は、米国防総省の講演の下で加速されており、米国防総省は、それらが米国と、 その同盟国の徴兵士に提供するであろう、戦場における利点に対して関心を持っている。情報管理能力を拡張するための脳、研究計画はすでに存在するが、軍事関連の科学者は現在、睡眠なしで最大168時間まで戦闘能力を伸ばすことを検討している。神経科学者のアンデルス・サンドバーグは、 脳の極薄切片をスキャンする方法を実践している。この方法は脳の構造をよりよく理解するために使用され、現在はマウスで使われている。これは記憶や感情など人間の脳に含まれる内容を仮想的にコンピューターへアップロードするための最初の段階である。人間強化及び関連する問題の概念と展望は公的な論争を喚起する。 トランスヒューマニズムとその提案に対する批判は主に二つの形をとっている。一つはトランスヒューマニズムの目標が達成される可能性に反対するものであり、もう一方はトランスヒューマニストによる提案、または根本的なトランスヒューマニズムそのものを支える道徳的原則、または世界観に反対するものである。批評家及び反対者は、 トランスヒューマニストの目標を人間の価値に対する脅威とみなしていることがよくある。トランスヒューマニストの計画の最も広く知られている批評のいくつかは小説とフィクション映画である。これらの芸術作品は哲学的分析よりもむしろ空想の世界を提示しているにもかかわらず、いくつかのより正式な議論の試金石として使用されている。 人間強化技術を導入した社会は、1932年のオルダス・ハクスリーによる小説、素晴らしい新世界に描かれたようなディストピアと似たようなものになる可能性があるという様々な議論がなされている。別の面では、この数世紀での医学的進歩が我々の種を著しく変えたため、人類はすでにトランスヒューマンであると考える著者もいる。しかし、それは、 意識的なものではなく、従ってトランスヒューマニスティックな方法ではない。そのような観点からするとトランスヒューマニズムは絶えず野心的である。新しい技術が主流になるにつれてまだ導入されていない新しい技術の導入が新たな変化の目標となる。社会学者のマックス・ダブリンは1992年の著書で 過去の多くの失敗した技術的進歩の予測を指摘し、現代の未来学者による予測も同様に不正確だと証明されるだろうと論じた。彼はまたトランスヒューマニストの理念を前進させる少数の人々による科学主義、共振、そしてニヒリズムとして彼が考えたものに対しても反対した。ダブリンはまたミレナリアンと共産主義者による協議の間には、 歴史的類似点が存在すると述べた。公衆衛生学教授のグレゴリー・ストックは一般的にトランスヒューマニズムに対して共感的であるが、レイカーツワイルやハンス・モラベック、そしてケビン・ワーウィックによって予測された技術的実現可能性と人類の一般的な細胞具化には回帰的である。彼は21世紀を通して、 多くの人間は深く機械のシステムに統合された事故を見つけるだろうが、依然として生物学的なままであり、彼ら自身の形と性格への主な変化は、サイバーウェアからではなく、彼らの遺伝学と代謝、そして生科学への直接的操作から生じるだろうと述べた。哲学者のメアリー・ミッチ・レイは、彼女の著書、サイエンス・アズ・サルベーションの中で、 物質的な人体を超越することによって不死性を達成するという概念を JBS ホールデンと彼のサークルのメンバーを含む20世紀初期の男性科学思想家のグループに遡った。彼女はこれらのアイデアを身勝手で制御されていない力の空想によって体から逃れるというビジョンと関連づけて疑似科学的な夢と予言であると特徴づけた。彼女の議論は それらの思想家の疑似科学的な推測と不合理な死への恐れによって突き動かされた空想、非専門家に対する無視、そして彼らの終末論的ビジョンの阻害として彼女が見抜いたものに焦点を当てている。別の批評はジェレミー・リフキンによって既存の生命体のアップグレードと能力を完璧なものにするという意図を伴った完全に新しい種のデザインとして定義された。 アルゲニーと遺伝学のカバン語に対して主に向けられている。その批評は生物学的複雑性の問題と生物学的進化の産物の発達を導く試みの予測不可能性を強調している。特に生物学者のスチュアート・ニューマンによって衝述されたこの議論は動物のクローニングと生殖細胞系列の遺伝子工学はエラーが発生しやすく本質的に 肺発生を破壊してしまうという認識に基づいている。それに応じて、そのような方法を人肺に使用することは、容認できないリスクを作り出すと論じられている。したがって、人間の発達に関する実験で特に永続的な、生物学的結果を伴うものを実行することは、人を対象とした研究を管理する一般的原則に違反することとなる。さらに、 一つの種での実験結果の改善は、さらなる実験なしに、新しい種へと自動的には移行できないため、発達の初期段階にある人間の遺伝子操作を行うための倫理的ルートはないと主張されている。しかしながら実際問題として、人間を対象とした研究に関する国際的な取り決めは、トランスヒューマニストや、 その他の人々による肺選択技術による子孫改善の試みに対して法的障害を与えない可能性がある。法学者のカーステン・ラベス・モーレンスキーは既存の法律は子供のゲノムを強化することを選択した親を手続きの不運な結果から生じる将来的な責任から保護するだろうと述べている。トランスヒューマニストやその他の人間の遺伝子工学の支持者は 人間の遺伝子組み換え実験のあり得る結果と予定に関する高度な不確実性がある限り実用的懸念を無下にはしない。しかし生命倫理学者のジェームズ・ヒューズは発達の初期段階にある人間に対する遺伝子操作への可能な倫理的ルートの一つはヒトゲノムのコンピュータモデルの構築とそれが指定するタンパク質および彼がそれもまた高度していると主張している。 組織工学であると提案している。バイオインフォマティクスの飛躍的な進歩により、ヒューズは人体での遺伝子発現の仮想モデルはそれほど遅れることはなく、仮想の人間でそれらの影響をシミュレートすることにより、遺伝子改変の承認を加速させられると考えている。公衆衛生学教授のグレゴリー・ストックは、既存の遺伝子工学技術に対するより安全と思われる代替手段として、 人工染色体があることを指摘している。加速度的変化の可能性を擁護する思想からは、過去における人類の技術的能力の指数、関数的増加のパターンを指摘している。カーツワイルは、彼の著書、ザシンギュラリティーズニアでこの立場を発展させた。トランスヒューマニズム思想において、人間は自分自身を神と置き換えようとしていると主張されてきた。 2002年のバチカンによる生命コミュニオンストアードシップヒューマンパーソンズクリエイテッドインザ、イメージオブゴッドは人より解の存在による産物を通して一個人としての人の遺伝的アイデンティティを変えることは根本的に不道徳であると述べておりそれは人は自身の生物学的性質に対する処遇の完全な権利を持っていることを暗示しているはまた 真の改善は宗教的経験と神のイメージをより完全に実現することによってのみ得られるため超人的または精神的に上位の種の創造は考えられないと主張している。キリスト教神学者といくつかの教会と宗派の平身との活動家はトランスヒューマニズムに対して同様の反対表明を行っており、キリスト教徒は無制限の延命や 苦痛の廃止などのラディカルなトランスヒューマニストによる約束をあの世で達成すると主張している。この見解ではトランスヒューマニズムは地上の楽園を創造しようとするユートピア的運動の長蛇の列における別の代表に過ぎない。その一方で進学者のロナルド・コール・ターナーやテッド・ピーターズなどのトランスヒューマニストによる目標と結びついた宗教思想家は 競争の協議は遺伝子工学を使って生物学的に人間を改善する義務を提供していると考えている。他の批評家はマービン・ミンスキーやハンス・モラベック及び他のトランスヒューマニストによる著作内での人体の道具的概念と彼らが主張するものを標的にしている。トランスヒューマニストの計画に対するフェミニストの批判の緊張を反映して哲学者のスーザン・ボードは 彼女が男性と女性の両方に影響すると見ている。細さ、若さ、そして体の完璧化への現代の脅迫観念明瞭な方法では我々の文化によって育まれた不安や空想の論理的な現れを指摘している。一部の批評家は、この運動が体の修正に焦点を当てていることの他の社会的意味合いに疑問を投げかけている。 政治学者のクラウス・ガード・ゲイゼンは特にトランスヒューマニズムが人体の改変に集中していることは消費者文化における切りかされた個人主義と身体消費因果の論理的でありながら悲惨な結果を表していると主張している。ニック・ボストロムは若返りたい、特に人体の自然な限界を超越したいという欲求は一般的に反文化的かつ反歴史的であり、 従って20世紀の文化に一位に結びつけられないと答えている。彼はトランスヒューマニストの計画は幼稚な空想や社会的トレンドではなく人ゲノム計画と同等の科学計画にその欲求を向けて人類の最も古い希望を達成する試みであると主張している。アメリカ合衆国においてアーミッシュは現代の技術を避けることで最も有名な 宗教集団である。トランスヒューマニストは近い将来におそらく人間強化技術を適用しないで人間に止まることを選択するヒューマニッシュな人々が存在するだろうと論じることで類似点を描画しており彼らの選択は尊重され保護されなければならないと考えている。環境倫理学者のビル・マクブンは著書イナフ・ステイング ヒューマン・インアン・エンジニアード・エイジにて、廃選択技術、名の医療、寿命延長戦略などのトランスヒューマニストによって、想定、または支持されている多くの技術に対して、詳細に論じた。彼は、老化に対する脆弱性や最大寿命、そして身体的及び認知的能力の、生物学的制約などの普遍的な人間の制限を克服しようとして、人間が、 自分自身の基本的な側面を改ざんすることは道徳的に間違っていると主張している。このような操作を通して事故を改善しようとすると意味のある人間の選択の経験に必要な背景を提供する政権がなくなる。彼はそのような制限を技術的に克服できる世界では人間の人生はもはや意味がないものになると主張している。明らかに治療目的で ハイ、はい、選択技術を使用するという目的でさえ認知能力を改ざんしようとする誘惑を避けられないため放棄する必要がある。彼は、アキラ、江戸幕府、現代のアーミッシュなどを例として社会が特定の技術を放棄することで利益を得ることが可能であると主張している。生政治学活動家のジェレミー・リフキンと生物学者のスチュアート・ニューマンはバイオテクノロジーには 生物のアイデンティティを大きく変える力があることを認めている。彼らは人間と人工物との境界が曖昧になることを恐れているため人間の遺伝子工学に反対している。哲学者のキーコックリーはそのような発展を自然を人工物に変換するために技術が使用された近代化の加速傾向の一部であると考えている。極端な場合、これは 人間のクローンや人間と動物のキメラ、またはバイオロイトなどの怪物の製造と奴隷化につながる可能性があるが、社会的及び生態学的システムからの人間と非人間のより少ない点にも問題とみなされている。映画ブレードランナーと小説ブラジルから来た少年及びモロー博士の島はこのようなシナリオの要素を描写しているが、メアリー・シェリーの小説、 フランケンシュタインはバイオテクノロジーが副人間的なものと同様の対象化され社会的につなぎ止められていない人々を作り出すだろうと示唆する批評家によってしばしば最も暗示されるこのような批評家は通常は人間の遺伝子工学の国際的な禁止といった形で彼らが非人間化の可能性として描写するものが二度と起こらないようにするために 厳密な対策の実施を提案している。科学ジャーナリストのロナルド・ベリーは、幕文の歴史的な例には、欠陥が存在し、より詳細に研究すると異なる結論を支持すると主張している。例えば、新しい技術を採用することに関して、アーミッシュよりも慎重な集団はほとんど存在しないが、近親交配による多くの稀な伝病に苦しめられているため、 テレビを叫ば者を使用しているにもかかわらず、遺伝子治療の可能性を歓迎している人もいる。ベイリーとその他の人間の生物学に対する技術的変更の支持者は、いくつかの人間の限界が非常に主観的な、強化技術によって克服されると人生は無意味なように経験されるという主張も拒否している。リーズン氏に寄稿しているベイリーは、 人間のような知性及びホモサピエンスのそれと類似した脳を持つ副人間的生物の創造について推測する際に不必要な警告に端的する動物の改変に関わる研究に対する反対ものを非難した。ベーリーは動物に関する研究を行う目的は単に人間の医療への利益を生み出すことであると主張している。 SF 作家のアイザック・アシモフがフランケンシュタイン・コンプレックスと呼んでおり、この研究に対するいくつかの批判を助長している、擬人恐怖症として特徴付けられるものに反対する、トランスヒューマニストの人格理論家からは異なる反応が来ている。例えば、ウッディ・エバンズは人間のクローンおよび人間と動物のキメラ、そして向上した動物はすべて彼らが自己認識している限り、 尊敬、尊厳、権利、責任、市民権を持つに値するユニークな人格であると主張している。彼らは今後の倫理的問題は、怪物と呼ばれるものの創造ではなく、これらの創造物を怪物として判断し扱うだろう。嫌悪要因や人間中心主義として、彼らが特徴づけるものであると結論づけている。米国に拠点を置く、 センターフォージェネティクスソサイティは、満期の人間のクローン作成や肺選択技術などの、人間の生物学の世代を超えた改変を含む、トランスヒューマニストのアジェンダに反対するという特定の目的で2001年に設立された、少なくとも一つの利益団体である。シカゴ、ケントカレッジオブローのインスティチュート・オン・バイオ・テクノロジーザ・ヒューマン・フューチャーは、 学術的環境での人間の生物学への遺伝子及びナノテクノロジーの提案された応用について批判的に精査している。いくつかのリバタリアントランスヒューマニズムの批評家は、富裕層と貧困層の間での分裂が増している、社会で起こりうる、社会経済的結果に焦点を当てている。例えば、ビル・マクブーンは、信仰の人間強化技術は、 より多くの財源を持つ人々だけが不釣り合いに利用可能であり、したがって富裕層と貧困層との格差を悪化させ遺伝的格差を生み出すと定起している。ディプロジェネティクスという用語を作り、その応用を支持する生物学者及び科学作家であるリーエムシルバーでさえも社会民主主義による改革が人間教科技術の導入に遅れを取れば、 これらの方法は遺伝子操作された持つ者と持たざる者からなる二層社会を作成できるだろうという懸念を表明した。1997年の映画ガタカは個人の社会階級が完全に遺伝子操作に依存するディストピアを描いており、これらの見解を支持する批評家によってしばしば引用される。これらの批判はヒリバタリアンのトランスヒューマニズム支持者、特に民主的。 トランスヒューマニストを自称する人々によって表明されている。彼らは現在または将来の社会的及び環境的問題の大半は政治的手段と技術的解決策を組み合わせて対処する必要があると信じている。したがって人間強化技術への不平等なアクセスに起因する。 新たな遺伝的格差という特定の問題について、生物学者のジェームズ・ヒューズは、彼の著書、シチズン・サイボーグ、ホワイ・デモクラティック・ササイアティス、マスト・レスポンド・ツーザ・リ・デザインの、ヒューマン・オブ・ザ・フューチャーにおいて、進歩は人間強化技術を禁止しようとするのではなく、この問題をできる限り軽減するために、公共政策を明確にし、実施するものでなくてはならないと主張している。 後者について、これらの技術を安全でないものにしたり、局所の闇市、または、そのようなことの禁止が強制されていない国で裕福な人々だけが利用可能にすることにより、実際には問題を悪化させる可能性があると彼は論じている。レオンカスの著作にあるように、文明社会の基本と判断される、様々な制度や慣習が損傷、または破壊されることを恐れる場合がある。 政治経済学者及び哲学者のフランシス・フクヤマは、彼の著書、Our Post Human Future と2004年のフォーリン・ポリシー誌の記事で、人間性の根本的な変化は、民主主義の平等主義の理想を損なう可能性がある、ため、トランスヒューマニズムを世界で最も危険な思想だと、している。社会哲学者のユルゲン・ハーバー・マスは、彼の著書、The Future of Human Nature にて、 同様の議論を行っており、そこでは道徳的自立は他者から一方的に課せられた仕様に従わないことに基づいていると断言している。従ってハーバーマスは人間の種の倫理が肺段階の遺伝子修正によって損なわれることを示唆している。カスや福山などの批評家は人間を生物学的に著しく変更する試みは本質的に 不道徳であるだけではなく、社会秩序を脅かすと考えている。あるいは、そのような技術の実装は、社会階層の、期化につながる、可能性が高い、または、全体主義体制の手に、新しい統制手段を渡す、可能性が高いと主張している。AI のパイオニアであるジョセフ・アイゼンバウムは、人間の有機体そのものの価値を下げることにより、分裂的で、 非民主的な社会政策を可能にする建設を促進する彼の同僚の言葉と考えにあるエンジン的傾向を批判した。リバタリアンの月刊誌、リーズンの2004年の記事にて、科学ジャーナリストのロナルド・ベイリーは、政治的平等は決して人間の生物学の事実にかかるものではないと主張し、福山の主張へ異議を唱えた。彼は、自由主義は、 人類の実質的平等、または事実上の平等の定義ではなく、政治的権利と法の前の、または法令上の平等の主張に基づいていると主張している。ベイリーは遺伝子工学の産物は人間の不平等を悪化させるのではなく、むしろ改善する可能性があり、かつては少数者の特権だったものを多くの人々に与えていると主張している。さらに、彼は、 啓蒙主義の最高の成果は寛容の原則であると主張している。実際、自由な社会において、法は、金持ちか貧乏人か、協力か無力か、教育を受けたか受けていないか、強化されたかされていないかに関わらず、等しく適用されることを意味するため、政治的自由主義はすでに人間とポストヒューマンの、権利問題の解決策であると彼は言う。哲学者、 ラッセル・ブラック・フォードのようなトランスヒューマニストの考えに共感的な他の思想家も伝統へのアピールと彼らが素晴らしい新世界型の議論に関与する不必要な警告とみなすものに反対した。文化的美学トランスヒューマニズムの社会、経済的リスクと影響に加えて、そこには文化的美学に関わる考え得る結果と影響が存在する。現在、人々が 社会において自分自身を表現するための多くの方法がある。人が衣類や髪型、そして体を変化する方法はすべて人の自己提示方法及び社会による認識を識別する。風光によると彼らに監視されていると感じさせることによって社会はすでに体を支配及び統制している。この社会による監視は 大多数の個人がどのように自己を美的に表現するかを決定づけている。ジェラルド・エーブラムスによる2004年の記事で、外説されているリスクの一つは、普遍性を支持する際の排除である。これは外部に自己を独自表現することによって、社会の圧勢的で支配的な構造を破壊する、個人の能力を排除することであると彼は論じている。人々に対する、 そのような統制は、先制政治の危険な意味合いを持つ。人間の形態を認知的に強化するだけではなく、身体的にも強化する別の結果は、支配的な社会構造によって永続化される、望ましい特性の強化である。ミニキーまたは、望ましくないとみなされ、それゆえに劣るとみなされる身体的特徴は、それを行う余裕のある人々によっては、簡単に切り取られるが、 そうでない人々は望ましくない人々の相対的カーストへと追い込まれる。これらの身体的な改善が完全に普遍化されたとしても、彼らは実際に各個人が独自の方法でユニークな人間になるものを排除するだろう。トランスヒューマニズムの批判者の中には、古い優勢学、社会進化論、ナチスの支配民族のイデオロギー及びその過去の計画を 遺伝子改良技術の促進外とせず、引き起こしうる事象の警告とみなす人々がいる。強制的な国家主導の遺伝的差別の復活や、遺伝的欠陥を持つ人の強制不妊などの人権侵害、制度化された殺人という最悪のシナリオとしての優勢戦争を恐れる者も,もいる。保険法の教授のジョージ・アナズと、テクノロジー関連法の教授ローリー・アンドリューズは、 これらの技術の使用が、そのような人間、ポストヒューマン間のカースト戦争につながる、可能性があるという立場の著名な擁護者である。主要なトランスヒューマニストの組織は、そのような政策が用いる強制を強く非難し、それらが基づいている、人種差別主義的及び階級主義的な前提を拒否するとともに、人の選択的交配を通して、優勢学的改善が意味のある時間枠内で、 達成できるという疑似科学的概念を拒否している。代わりに、ほとんどのトランスヒューマニストの思想家は、平等主義リベラル優生学の一形態である、新しい優生学を提唱している。彼らの2002年の著書、フロムチャンスツーチョイス、ジェネティクスジャスティスの中で、ヒトランスヒューマニストの生命倫理学者である、アレン・ブキャナン、ダンブロック、ノーマン・ダニエルズよびダニエル・ウィックラーは、 リベラルな社会は公衆衛生を最大化して生まれつきの遺伝的才能及び遺伝子改良への不平等なアクセスの両方に起因する格差を最小限に止めるため遺伝子改良技術の可能な限り幅広い採用を奨励する義務があると主張している。ほとんどのトランスヒューマニストは同様の見解を持っているが20世紀初頭の有生学運動の 信用を失った理論や実践と混同されないように、優勢学という用語からは距離を置いている。英国の王室天文館であるマーティン・リースは、著書、アワーフィナール・アワーにて、高度な科学と技術は進歩への機会と同僚の災害リスクをもたらすと主張している。しかしリースは、科学的活動の停止を主張しているわけではなく、その代わりに彼はより厳しいセキュリティとおそらくは、 伝統的な科学的解放性の終了を求めている。環境運動で多く見られるような予防原則の擁護者はまた潜在的に危険な領域でのゆっくりとした注意深い進歩、または停止を支持している。一部の予防主義者は人工知能とロボット工学が人間の生命を脅かす可能性のある別形態の認知の可能性を示すだろうと信じている。 トランスヒューマニストは実存的リスクの可能性を減らすために進行技術に対する特定の制限を必ずしも除外するわけではない。しかし一般的に彼らは予防原則に基づく提案は現実的で生産的であると主張するテクノガイアニズムのトランスヒューマニズムの流れとは対照的にしばしば非現実的であり時には非生産的であると反論している。 科学史学者のジェームズ・バークは、彼のテレビシリーズ、コネクションズにて、予防主義や公的調査の制限などの技術変化に関するいくつかの見解について詳細に分析した。バークは、これらの見解のいくつかの実用性に疑問を投げかけているが、探究と開発の現状を維持することは、変化の方向性を見失う割合や地球資源の枯渇など、 それ自体の危険をもたらすと結論付けている。一般的なトランスヒューマニストの立場は、反科学的見解やテクノフォビアを助長するのではなく、社会が安全で、クリーンな代替技術の利益の早期到達を確保するために意図的な行動をとる実用的な立場である。ニック・ボストロムは、異常な地球規模の壊滅的出来事が発生せずとも、 技術的進歩によって促進される基本的なマルサスと進化の力は人間社会の前向きな側面を排除する恐れがあると主張している。実存的リスクに対抗するためにボストロムが提案したトランスヒューマニストの解決策の一つは技術開発の順序に影響を与える一連の試みである差別的技術開発の制御である。このアプローチでは計画者は 有害となる可能性のある技術の開発とその応用を遅らせ、有益な可能性のある技術、特に他者の有害な影響に対する保護を提供する技術開発を加速させる。ならプレンダーガストは、食物や生を取り除くというトランスヒューマニズムの目標は人生の二つの大きな喜びを取り除いてしまうため、本物ではないと述べている。彼女はトランスヒューマニズムを 新しいナルシシズムの一部であると呼んでいる。ありがとうございます。